大館城は、かつて、秋田県大館市にあった、日本の城、桂城とも呼ばれる。城跡は、桂城公園として整備されている。源の頼朝の欧州征伐の後、この地には御家人浅利氏が廃され、自動職となったのが、比内害浅利氏の始まりとされているが、大館城の歴史は浅く、天正十年以前に、浅利勝頼により築城されたとされている。 戦国時代、この地は、浅利市、南部市、秋田市、津軽市の継争の地となる。浅利市は、勝頼の死後、それを継いだ、浅利頼平が、慶長3年に急死し断絶し、秋田市が勝者となり、豊臣政権下において、この地は、秋田市の所領となった。関ヶ原の戦いの後、秋田市は、日立国に違法され、代わりにこの地は、 北地国から違法された佐竹氏が支配することになる。一国一条例の例外としてこの城は、横手城同様に存続を認められ、大館城には、佐竹西家が入る。初代の城代小馬犠牲は城中に、北地国の若宮八幡宮の神霊を奉仕し、二代目、城代小馬義益、四代目、城代、佐竹義武が城の東に、大館八幡神社を建立して先座させ、 大館城の守護神とした。母神戦争の際に南部氏が大軍で攻めてきたため、城は大館城代の佐竹義順が自ら火を放ち、堀などの遺構を残して全焼することになる。この際焼け残った城門を移築したものと伝わる門が一等、市内新町の民家に現存するが、どこの門を移築したものか分かっていない。母神戦争で焼け落ちた城の後は、 桂城公園として整備され、大立城の石積み、土塁、堀などが残る。城跡は1874年から中城学校の高地となり、公明を解消しながら1954年まで学校の用地となっていた。1954年に桂城小学校が水門町へ移転。1955年10月に桂城公園として整備された。 堀の南側には大館市役所が立ち、東側には市民体育館、武道館などが立ち並ぶ。西側には国道7号が通る。国道7号には1978年に架けられた桂城橋がかかっており、秋田県会館と直接往来ができるようになっている。北側は土手で、眼下には長木川と大館市街地を望む高台になっている。園内には 歌手、上原里氏の検証費が混流されており、毎年、上原が戦死したとされる7月29日には、慰霊祭であるる天気が開催されている。桂城公演に関するカテゴリー。ありがとうございます。